はい、ファイアーエンブレム復活雪月、続きからやっていきたいと思います。そう、セーブのね、ここのマークが変わってるんだよね、ついにね。はい、あ、戦闘中の会話って特定のユニットとなんだ。なるほどね、誰とでもあるわけではないのね。え、じゃあ絶対喋った方がいいじゃんね。うん、ちょっと惜しいことしたわね、最初ね。前回は確かあれだよね、うろうろしただけで一日が終わってしまったので、今回はちょっとストーリーを進めていきましょう。うん、あれ戻っていって、あの下のキャラ、うん、あ、そうだそうだ、ここで終わったんだ。ではですね、確か寮に行けばいいんだよね。そう、この間テレビでなんだっけ、あのゲームのさ、なんか人気投票みたいな、何これ、おおおお、やってて風化雪月入ってましたね。で、なんかもうすごい乙女ゲームかのような紹介のされ方をしててびっくりしたよね。あ、違う、もう全員と喋ったな。だから散策終えればいいんだ。はい、フェルディナントの誕生日です。え、買うか、200円ぐらいなら出すよ、私は。うん、全部ちゃんとそういうのみんなにあげるよ、私。課題出撃、あ、すごい、誕生日なのに課題があるのね、ちょっとかわいそうね、なんかね。はい、セーブしとけって、しとくしとく。敵に攻撃した直前に、あ、呼んでたんだけどな。ね。模擬戦ね。さて、どうしたもんか。ま、あんたが指揮官だ。やらかしてくれるなよ、先生。任せて。俺は俺でやれることをやるか。相手の飯にこっそり腹痛になる薬を。え、そういう姑息な方法でいくの？分かってる分かってる、先生は何も知らない、そういうことだな。もし当日他の学級の生徒たちが医務室に駆け込むことになったって、ちょっと太刀の悪い病が流行っただけってことになるさ。あら、面白そうな話をしているのね。私たちも混ぜてくれるかしら。よくもまあ、薬を盛るだなんて悪どいことを考えるな、お前は。本当にやるならこんなところで話さない。策は戦場でのお楽しみさ。まあいいわ、あなたたちが何を仕掛けてきても叩き潰すだけだもの。いやだ、叩き潰すだってちょっと負けないよね。そうだな、むしろお前たちがどんな策で来るのか楽しみなくらいだ。だってよ先生、期待されてるな。どうしよう、正々堂々勝負。そうそう、正々堂々って言っておいて引っ掛けるつもりとは。先生やるな。あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら。すっかり仲良くなったようね。だってさ、マヌエラさんはどこの契約担任なの？君たちが親睦を深めるのは大変結構だが、そろそろ作戦会議の時間だ。すみません、すぐに戻ります。それじゃ二人とも、また戦場で。あなたたちの力量確かめさせてもらうわ。負けないよ、うん、きっと。大丈夫、なんで難易度低いもん。いやー、まあでもそうね、マヌエラさんがどこの担当かによるよね。ちょっとあの人絶対強いと思うのよ。おお、魔法を習得しているユニットは攻撃や回復の手段で魔法を使用できます。なるほどね。あ、武器の代わりに装備しています。ほん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 、理解。ふんふんふん、
か、兵種とかいろいろあるんだ。なるほどね。あ、この子たち出ないってこと？待ってよ。ローレンツや、あんたちょっと。リシティアちゃん戦った方がいいって。ら、すごい、もう自分の好きなキャラとりあえず入れとけみたいな。だってこれ全員自分の好きなキャラよ、これ。5人しか出れないのってちょっと痛いわね。マップ配置。敵どういう感じ？うわ、森の中隠れてやがる。くそ。あ、マネーラさんここなんだ。まあそっか、そうだよね。なんか女性って感じ。あ、私の推しが出てる戦場に。大丈夫？心配する。敵を心配しちゃう。まあじゃあこれでとりあえずいいんじゃないかな。あ、でもバランス悪い。接近戦2人しかいないの。まあいいでしょう。はい。始めます。はい。あ、敵の全滅。ここが模擬戦の舞台ってわけか。指揮は頼んだぜ、先生。任せてください。それなりに頑張ります。分かってると思うが、多学級の奴らを残らず敗走させた学級が勝利だぞ。ちなみに俺は今回の模擬戦の指南役だ。勝ちだけは俺の言うことをよく聞いときな。いや、最初からね、パッパパッパそんな戦闘に出ること私はしません。みんな、木の方行くよ。木の方に隠れるよ。みんな移動して。よいしょ。私ですか？待って、何が使えるの？これは回復と攻撃ができるってこと？すごい強くない？私ですか？ごめんね。ぼちぼち動くか？こんな感じ？先陣は私に任せてくれたまえ。華麗に敵の進軍をくじいてみせるよ。待って、私フェルディナントにさっきさプレゼントあげたのに。我が主に許しなく隊列を乱しては私が援護せねばなりませんか。ヒューベルトって何歳なんだろう。なんか一人だけすごい大人に見えるわね。ヒューベルト頼んだわ。初戦から展開は最悪ね。アッシュ、お前は前線に向かえるか。敵を戦場の中央に釣り出したい。はい、やってみます。殿下いいね。殿下って用意が整い次第攻勢に出る。出る、メルセデス。それまで足止めを頼む。はっ、お任せを。あらあら、頑張れるかしら。だしメルセデスさん攻撃できる自信がない。あ、来た。来たよ。ちょっとみんなで囲おうぜ。囲んで攻撃しようぜ。ほらほら。やった、平民です。この体にこんな力が。たまにしか喋れないから、たまに喋るとびっくりするわね。どうしよう、ヒルダちゃんちょっと攻撃してみる。いける？大丈夫？無理はしないでね。おお、かっこよ。ただちょっと斧がボロいわね。誰か新しい斧を買ってあげて。と思ったんだけどさ、魔法ってさ、あ、この位置からできるんだ。えい。エーギル家の着手たる私は強くない？そんな、もっと鍛錬しなければ。なんとかなりました。あなた押しちゃった。なんか倒しちゃうと倒しちゃったで、も申し訳ない気持ちになるわね。どうしよう、そんな前出るのはちょっとダメだよね。一列並んでんの。さすがね先生、こちらも心してかからないと。
森を利用して敵を迎え撃つわよ。みんな援護をお願い。来た。ちょっとやめてよ、ヒルダちゃんになんてことするのよあんた本当に。強強、かっこいい。許さない。待ち構えられてんなら迂回するなりなんなり対策をした方がうまくいくぜ。うん、とりあえず私こいつ倒す。ヒューベルト許さない。ちょっと待ってよ、回復してあげたいからちょっと回復を。ありがとう。よし、オッケー。で、うわもうめっちゃ持ってかれるやん、痛いな。ちょっと待ってよ、5リット減るのきついよね。どうしてあげたらいいかな。とりあえず彼ちょっと撃破しますね。強い、次は負けませんからね。ヤッシュ好きだよ。倒してしまえば、でもさ、あれじゃない、周りにさ強い人は別にいないじゃない。だからいいや、攻撃しよう。よし、大丈夫大丈夫大丈夫よ。俺はまだまだ強い。すぐ回復するから。てか待って、そっち行ってたんだ、回復できないじゃん。よし、新任の教師の力の一端も見られただけでよしとしましょうか。はい、ヒルダちゃんの勝ち。ヒルダちゃんの勝ち。そっか、そっちまで行けない、やばいな、ミスったわ普通にミスった。すぐ変わった、よしよしよし。迂回していくってこっちからこう回れってこと、あっちは最後ってことね。なるほどなるほど。ここが正念場だ。ごめん、すぐ回復するね。あ、彼女回復持ってないんだ、なるほどね。ね、回復してあげて、とりあえず。助かったぜ。よしよし。だいぶかかるな。これ本当あれだよね、短いターンで多分クリアした方が理想系なんだよね。ぼちぼち動くか。よいしょ、みんなついていって、頑張って。なんか使う？でもこういうの別に使わなくてもまだいいでしょ。よいしょ、突っ込んできてほしい突っ込んできてくれる方が好き。そんな敵のバカじゃないよね。もうちょっと回復してあげる？まあ、経験値になるしね。悪いね。はい。よし。あと、ヒルダちゃん、ちょっとさ、自分でやっぱ回復しとこうか。死なれたら嫌なので、別にアイテムなんて、なんとかなるでしょ、あと。ここまで来たよ、突っ込んでこいよ。ちょっと待って、ワンちゃん攻撃される、これ。
あ、狙い合うんだ。え、てか待って、ドロテアさんで魔法なの？え、おしゃれ。そっか、ドロテアさん好き。ちょっと待ってよ。攻撃。あ、これ壊せるの？え、どうしよう、ちょっと待って。あー、どうしよう、壊した方が早いかな。よいしょ。で、ありがとな。ずっと回復させてる。ちょっと大丈夫？まあいいよね。しゃあね、攻撃しよう。攻撃を弓で大丈夫。はい、はい、来るよ。回り込まれたようね。こうなると強引に迎え撃つしかなさそうだわ。でも私回り込んでないね、まだ。待ってよ。攻撃されないでしょ。されるんだ。待って、何のダメージも与えられないの。振動。皇女殿下自らお出ましとは。その顔を傷つけないようにしないとな。手を抜いてくれるなら助かるわ。どうせ勝つなら楽に勝ちたいもの。負けるとはかけらも思ってないわけだ。となると本気を出してみたくないが。初めからそのつもりよね。バチバチしてる。はい、ちょっと待って。びっくりした。斧飛んでくるの？それは怖い。凶悪すぎ。それはマジ斧飛んでくるんだ。え、もうこれはドーラでしょ。いや、お、ナイス。リスティアちゃんナイスです。うん、ちょっと待ってよ。これがヒルダちゃんをどかすしかないんだ。ヒルダちゃん、これ壊して。よし、で、回復を。いいよ、いいんじゃん。このメンツいい感じだよね、今のところ。え、そんな。幸運が上がりましたよ。よし、私行きます。嘘やん。ミスっとる。待って、死なないこれ。え、ヒルダちゃんを狙うなんて。クロード、倒しちゃっていいよ。あ、ダメなの。せっかくここにいるんだから。待ってよ。あ、倒しきれる。ただ私やばい。あ、待って、二人で攻撃するってこと？やってみよう。あなたを倒さないと勝利はなさそうね。行くわよ。おお。やった。一歩前進かな。かな。私を撤退に追い込むなんて厳しくなりそうだけど、頑張って。申し訳ないよね、なんかドロテアさんね、一人でどうしろっていうのって感じよね。よし。あら、新
しい先生は随分なやり手みたいですね。私を侮るからです。で、あれだよね、先生倒しに行かないといけないよね。あんまり期待されてもな。どっち回復する？あ、でも回復者じゃなくなった？え？そんな感じするよね。そう、自分で使って、うん、あ、ぽいなあ。あ、5回までしか使えないんだ。そっか、バカみたいに使っちゃった。キズグチさんは自分にしか使えないもんね。回復は自力でしていってもらってね、みんなね。先生を倒した方がいいんだよね。あらあら、申し訳ない。マネーラさんがそういうの使いそうっていうのを使ってね、ちゃんとね。どういく？ちょっと待って、彼女を動かさないとどうしようもない。攻撃いけそうじゃない？いけそうな気がする。頑張って。うわ、すごい、1。よし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 。足が遅いね、やっぱな。待機して攻撃にはいけないから、じゃあ一旦この辺まで行って傷薬を使ってください。ヒルダちゃん、ここで傷薬がない。あ、じゃあ、あれかな、あのビビりすぎかな、ダメージを負うことにね。そんな感じはするよね。一気にいくよ。やるじゃない。これ以上無理をしたら私は医務室のお世話になっちゃうわ。これでごめんなさい。やっとマヌエラ君を退けたか。我が輩も心してかかるとしよう。さあ、こっからあっち行くわけでしょ。ちょっと待ってよ。これってさ、上行ったら回復する系？あ、ぽいね。ちょっといないよ。とりあえず今すぐに行くかって言ったらまだわかんないから。よいしょ。でも突っ込んできたら怖いな、向こうが。これでいいや。はい。大した手際だな、先生。だが本当の勝負はここからだ。来る？来る感じ？おお。動き出した。うちも動くよ。ドゥドゥよりもまずはね、私の大好きメルデデスさんを倒すしかないんだけど。ごめんなさい。ごめんね、メルセデスさん。これだから遠距離ユニットがやっぱりあれだよね、輝くよね。ちょっと待ってよ。ヒルダちゃん突っ込ませるのはもう無謀だと思うから。で15でしょ。彼女でどれぐらい削れる？ダメだなぁ。ちょっと待ってよ。私はこっちか。メルセデスさんしかいけないのか。えい。あらあら、負けちゃったわ。私はここまでみたいね。いい勝負ができたね。なんかか弱い女性を攻撃してしまったというね、ちょっとやっぱこう罪悪感がすごいわね。みんなで強くなろう。リュウタちゃんちょっと強そうだもん。
うん、じゃあなんかちょっとか弱い感じがするもんね。一旦これで終わっていい？突っ込むの怖いから。来た。よし、いいよいいよ、かっこいいよ。このこれはね、もう下にいる子たちで決定をつけたい。厳しい戦いになるかも。ゼロとゼロは怖すぎる。いい。よし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 。ヒルダちゃんでいける？ここまでか。申し訳ありません、殿下。すごいよね、ルドゥのようなすごい強そうなメンズにも立ち向かっていくヒルダちゃんのかっこよさ。ちょっと前に出て、いいんじゃないかな。そうね。突っ込んでは来ないのか。そうか。じゃあとりあえずみんな行くよ。私に任せてください。よいしょ。あ、来るな、これ。来るよ来るよ。ちょっと待って、これ以上行くと来る。来ないんかい。直接なんか倒しに行きたいけどな、先生。分かった、先生はじゃあ こっちで行くわ。で、下任せて大丈夫？怖いな、ちょっと不安残るけど任せるよ。これでいこう。多分来ると思う、ヒルダちゃんの方に。これ来た。いいよ、勇ましい。集中攻撃よ、みんな。3？ 削られすぎる。ゼロ、待って。一撃でやられるってこと？ダメだよ、一撃でやられるのはさすがにちょっとかわいそうすぎる。先生狙いたいんだけど、それでもきついね。そうだね、ちょっと待ってよ。戦技いこうか。強い強い強い。これでどう？両方ゼロ。それはダメだよ。オッケー。よし。いい感じじゃない？悩んでる場合じゃないのに。修練が足りなかったか。みんなすまない。あとは頼む。言うてあと先生だけなのよ。待って、一撃？おお。実戦を積んだ者の士気はさすがに違うな。我が輩が手も足も出なかったよ。これでいいかな。やった。よし、そこまでだ。今回の模擬戦の勝者は。ヒルシュクラッシャーだな。みんなよくやった。模擬戦とはいえ勝利ってのは気持ちのいいもんだ。いや、何よりもね、誰もやっぱ死人を出さずにいけたのが嬉しい。やっぱそうだよね、すごい倒したもんね。やった、嬉しい。これは嬉しいよ。ただちょっとね、すごい時間かかったけどね。まあ、でもお疲れさん、先生。お疲れさん。鮮やかな勝利だったな。みんなのおかげだ。自分の士気を棚に上げて生徒を褒めるとは、まさに先生の鏡。まったく
できたお人だ。実を言うと万一に備えて薬の他にもいろいろと策を用意していたんだが、小細工を要する場面はついぞ来なかった。相手にとっても幸いだったろうさ。先生、あなたの腕前しかと見せてもらった。なかなかの傭兵だったんじゃないか。もしもクロードに指揮を任せていたらどうなっていたことや。おでも感心したぞ。先生に言われた通り動いただけで勝てたんだからな。ラファエルも動いてたの？元騎士団長に教えを受けてきただけありますね。勉強になりました先生。うんうん、さすがって感じでしたよね、えマリアンナちゃん。いや、私はドゥドゥにやっぱね、攻撃を仕掛けていったヒルダちゃんをね、さすがだなと思ったよ。私的 MVP マリアンヌちゃんよ、うん、ジェラルト師匠から教えを受けたならこれくらいはできて当然だと思うけどね。レオニーさんは辛口ですね。とにかく勝てたのは先生のおかげですよ。ああ、実戦で鍛えられた傭兵の知恵と技をみんな肌で感じられたんじゃないか。さーて、戦いの後は勝利の宴だ。先生には俺の手料理も振る舞おう。待って、手料理めっちゃ興味あるんだけど、どんな？早く戻ろうぜ。実は食堂からくすねた5年ものの陥落を。大丈夫？それくすねたんでしょ、だって。まあでもよかったよかった。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。そうね、まあ、まあまあ深められたんじゃない。それは何よりです。これからの1年間彼らに寄り添ってあげてください。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる樹脂戦だ。なんて言ったの今、樹脂戦。伝統ある樹脂戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。何ヶ月後ですか？今日あなたをここへ呼んだのは翌節の課題を伝えるためです。あなたたちの学級には盗賊の討伐を命じます。へえ、討伐？ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに奉仕に代わる課題に取り組んでもらう。生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へその成果を報告するように。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待していますよ。盗人か。なるほどね。わしとお主の出会いを思い出すの。次はあのような不覚を取るでないぞ。何を固まって。まさか驚いておるのか。わしはいつもお主と共におる。話しかけたくらいで驚くでないわ。わかった。飲み込み早め。何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。待って待って、何、盗賊ってこいつら。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫児だからだ。つまらぬ陽動にかかりおって、それでも目的は果たせるかと思ったが。元騎士団長の子か。なかなかやる。すごいわね、見るからに悪いもんねこいつ。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなど、あの女の考えが読めぬな。一体無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ね。ちょっとこういうの好きなんだよね。なんかこわわ言ってるやつでしょ。死ねっていうキャラ好き。もはや教団は容赦せぬ。貴様らは
地獄へと旅立つことになろう。せいぜい道連れを増やすことだな。待ちなさい。くそ。まあしょうがないわよ。だって見るからにさ、そのザ弱いですって感じだもんね、彼はね。その小物臭がすごいから、まあしょうがないわよ。白雲の章、建ごとの説、追悔の風景。え、おしゃれ。建ごとの説、おしゃれね。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。建ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。なんか素敵ね。とりあえずこの月の間に盗賊ボコボコに死に行きなさいっていうあれでしょう。だからどのタイミングで行くかだよね。1ヶ月あるわけでしょ。だってこれただ早めにやっちゃいたいタイプなんだよね、そういうの。え、行ける場所が増えたようです。すいません。さて、すでに話があった通り、今節の課題は盗賊の討伐だ。騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を知る貴重な機会となるだろう。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。戦況は彼らが整えておいてくれるはずだ。なんだ、そう、まあ、それそうか。てっきりこっちでもなんかさ、好き放題やるのかと思ったら。とはいえ、これは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで準備を怠らぬように。以上だ。また盗賊が相手か。あまり面白みがなさそうだな。気が乗らない。ああ、ま、先生と一緒ならつまらんものも面白くなるかもしれないからな。それに期待してせいぜい抜かりなく準備しておくよ。私は傷薬が欲しいんだけど。での生活は慣れたか。まあまあ慣れたわ。慣れた。おお、意外だな。傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってただろう。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて教師をやるなんざ無茶だと思ってたが、心配はいらなかったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題、盗賊の討伐だってな。お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。油断せずうまく指揮してやれよ。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し付けられてな。あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも探っておく。いいか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。俺すでに割と気許し気味。なんだろうね。え、一気に進むやん。アレットの誕生日？送る送る。はい。ご飯に誘う。へえ。なるほどね。待って、ショップっていうのがある。これは欲しい。待って、あの、ゆうたちゃんもいいのよ。他の子たちにさ、とりあえず薬、持たせなきゃ。え？薬って売ってないの？嘘やん。嘘でしょ。え、売ってない。あ、待って、これ武器屋だからじゃないの？あ、でも武器屋しかないよ。
え、マリアンヌちゃんだって、あ、薬持ってるわ。あ、薬ってもう最初から用意されてるのね。あ、なるほどなるほど、理解しました。使い切ったら3になるとか、そういうこと。何でもエシティアちゃん2でしょ。3332ってなるとよ。でこれね、私がいっぱい持ってんのがいけないのよ多分ね。うん、だからまあこれはあれだね、戦闘に出るときに多分やればいいんだね。あれ道具あるやん。ちゃんと見ろよっていうね、ごめんなさい。あんた、あと傷薬ね。はい、よし、ここ2人はとりあえず傷薬を持っといてほしいな。やっぱ死んでほしくないので。あ、でもリシテアちゃんもな、持っといた方がいいんじゃない。でも買いすぎ、武器変えようって感じ。そうだよね。うん、まあ騎士団を使おう。なるほどね、はい、え、即座に移動できるようになったの。そうなんだ。じゃあとりあえず今回はこれで一旦終わりましょうか。次回多分またこういろんな人にね話しかけまくる感じのお話になるんじゃないかなと思うので、はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。